Cruise. よろしくお願いします。そして現役東大生土屋さんに来ていただきました。今日もよろしくお願いします。はい、本日も東急プラザ銀座より、番組をお送りいたします。はい、ということで今回はゲストに株式会社日本創生投資代表取締役社長でサラリーマンは300万円の会社を買いたい。の主催になります。水戸正和さんにお越しいただきました。水戸さんよろしくお願いします。よりふざけてますからね。いやいや、真面目ですよ。面白く。はい。水戸さんは、あれですね、インターステラーテクノロジーズの社外取締役を務めてました。ね、そうです。もともと SDI ってベンチャー決断。はい。まあ、少々見てた。はい。そもそも、お姉さんと水戸さんはどういうことを知り合ってるんですか？いや、多分、和牛マフィアの前身の、競技会ですよ。和牛を呼び寄せて、胸に食べてもらったら、時期に。普段はどういう、ゴルフとか、釣りとか。ちゃんとした予想返ししたり、今日はそう。でも、サガフライ一緒に買いましょうとか、そんな話はあったり、中蔵はなかなかですよ。資産が大きい。バランシートが大きいので、よし見たら、そうすると、負担がそんなに利益が、まあ、将来の利益を持っていくと、大きすぎる。っていうことが、もちろん、言いたくないし。坂本龍馬は、幕末の主役ではない。薩長も龍馬も幕府も終わる。その辺の話もぜひ今日はお伺いしていきたいと思うんですが、今回のテーマは30代会社員に送る小規模買収の進めということですが、水戸さんの本の方ですね、サラリーマンは300万円の小さな会社を買いなさい、これ T シャツでも書きますけども、これ、まあ、本を、まあ、読んだことない方に向けて、はい、心得みたいなものを、ね、簡単にご説明していただくのか。まあ、サラリーマンの方で経営者になりたいというのは結構いるんですね。だけど、まあ、私ベンチャーキャピタルやっててすごく思うのは、起業家でゼロから物事を考えてゼロから物事を作っていくって結構やっぱハードル高いししんどいっていうのをずっと見てきたんですね。でそんな中で、まあ、うちのファンドはまあ会社買ってるんですけど、会社を買うっていう方が実はそのゼロから立ち上げるよりかはイージーというか、比較するとまあ簡単なので、それをやっていって経営者の道をサラリーマンに切り開いてもらうというのが一つ意味じゃないかっていうのがこの本のコンセプトですね。実際これ堀江さんは会社員のことはどうなるんだろう、どういうふうに考えるか。別に会社員に限らず、まあ、こんな経営者になったというか、まあ、むしろ、でそんなね、借り入れとかもあるんだけど、そんなに自己資金がめちゃくちゃいるかっていうと、そうでもない。まあ、コンビニのフランチャイズオーナーとかになるよりも全然
全然。ああ、なるほどね、うん。実際にそうやって日本の M&A の件数も、こうやってどんどん増えてる。だから、そういうことの M&A が増えてる。そうですね。あの、まあ、それこそ M&A っていう言葉を日本に結構知らせしめたのは、まあ、堀江さんなんですよ。まあ、あの、そうですよね。はい、2003年ぐらいから、M&A って当時なんだみたいな頃だったんですけどね、まあ、それで一番結構 M&A って今バンとこう日本に知らしめたのがその2003年、うん、そっから上なんですよね、はい、M&A ってすげえバババババって増えて、うん、まあライブラショックで一時あとリーマンショックでライブラショックっていうかリーマンショックで一回現に着いたとして2005年ですよね。そうそうそう、はい、で一回シュリンクしてそっからまたあのやっぱり M&A ってそのリーマンショックを前に進めていくのですごい大事だよねっていうことでまたガーッと。あの今小さな会社っていうのが結構廃業の危機、それは何かというと後継者不足で、まあ、後継者がいないから仕方なしに廃業しますということが多かったですので、中小企業小規模業者の喫緊の課題だということですね。だから70歳以上の経営者の方でも4割ぐらいが後継者いない、うん、そんなことなんですよ。そうすると、この10年ぐらいで120万社ぐらいなくなっちゃうことになっているので、まあ、そういったところを、サラリーマンで優秀な方が買えばで引き継いでいけば、まあ、その中小企業の中でももちろん悪いやつは廃業していってもいいかもしれないですけど、いいやつでかつサラリーマンで優秀な方が組み合わせていけば、まあ、ここの問題が結構解決するんじゃないかっていうのが私の考えです。日本創生投資という言葉にも込められてる、社名にも込められてる、あの後継者不足問題はすごいです。堀江さんがこの間、これ買おうよって言ったのが、尾道かどっかにあるラーメン屋か、ラーメン屋、ね、堀江さんも結構好きで、中華屋ですが、まあ、廃業するみたいな、後継者不足で、という方がおられて、だけどそこって尾道ラーメンの始まりですよ、のお店で、地元もそうだし、観光客も尾道に来たらここ、だからもう行列で入れないんですよ、ぐらいなのに、次の人がいないから。そんなのを例えば若い方が引き継いでいきますとか、元からでも、まあ、経営だけはちゃんとやってあげるみたいな人が登場していけば、多分そういうものをうまく展開もできる可能性が結構ね、そうやって小規模の飲食店を買ってる人いますよ、うん、これこの傾向というのはどういうふうに、この数ヶ月で売上がダンと落ちちゃって、うん、でその分を借り入れっていう形で手当てしてるんですけど、その借り入れっていうのはもちろんこの4ヶ月とか5ヶ月分あるべき売上とか利益に対しての借り入れが増えてるだけなので、それって将来的にではちゃんと返していけるかっていうのはやっぱり厳しいんですね。そうするとその分、もうこれは誰かに譲らないと厳しいっていう数は増える。特にね、飲食店これまで積み上げてきた利益剰余金を全部吐き出してさらに借金するみたいな状況なんですよ。だから企業価値っていう意味で言うと今かなり毀損しちゃってるし、資金地元の廃物を得孤独に揃えよう、バスルームトイレが簡単、おいでよみんなのパワーツリー。そういうので最近この数ヶ月で見てるのはやっぱ飲食が圧倒的に売りたいとか、あとマッサージ、あの密閉空間で何かサービスするみたいなとか、そのおっしゃってる観光系とかホテル系っていうのはかなり今すぐにでも売りたい、で値段は要交渉、あのむしろ即決してくれた方がいい情報としてバンバン。コロナがどこで出てくるかあんま見えないから、そっち系はちょっとなかなか余力のある人で買いに行く、うん、いや、すごい増えてる、0円でも売りたい会社はありますよ、うん、あの、1時ごろとか、
して着座に、まあ、まあ借金の国でくれみたいなのはもう大体そういう理由が、あの、決まってるケースが多かった。いや、これすごいのは、うちのサロンですぐこの間に、あの、買ったけど、今年の4月から、事業承継特別保証制度が開発されたんですよ。事業承継の時に、借り入れの個人保証の問題が結構大きいんですよ。要は、前のオーナーの個人保証をそのまま引き継ぎなさいというのが現状なんですけど、それだと事業承継が進まないからなので、国が入る。で、それは、もう国が保証してあげるというのが最初の。で、それで、5000万円の、うちのサロンの年間で、5000万円の借り入れを持っている会社を、その国の保証を使って、ご自身は手金ゼロで、借金を引き継いであげる。はい、で、株の代金は500万円。はい、でそれで、それも銀行を借りる。それ何の会社ですか？それは製造業です。5500万円の手金がゼロ。で、株を。子供って変な生き物だ。狭いところに入りたがる。皆さん、こんにちは。新聞館店へようこそ。李牧陽です。昨日帰宅した時、ふと妻が今年は歴史を目の当たりにした年だと、あるネットユーザーのコメントを読んで全く同感だと思ったようです。妻は政治に無関心で、インターネットテレビ、ニュースを看護デスクの山根です。本日は川添圭子さんを招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回のテーマはアメリカ大統領選について、はい、でざっくりと、質問させていただきますと、この大統領選で、まあ、いろんな不正が、まあ、囁かれたり、まあ、いろんな事実が明るみに出る中で、これまで振り返ってみて川添さん、どういう感想をお持ちですか？まずですね、もうびっくり仰天ぐらいな不正のオンパレードに、それはあの投票所でのこととか、その郵便投票のこととか、それから、まあ、渦中のといいますか、ドミニオンボーディングシステム、そういったものを使った選挙の集計の方法とか、ありとあらゆることが、もうその不正のエビデンスがいっぱい出てるんですね。で、私はあの公聴会とかも、今はあのワンアメリカンニュースネットワークっていうのを割とツイッターにライブで上げているから、それをたまに見てるんですよね。そうするとすごい、もうどう考えたって信用できる不正が嘘ではない不正というものがたくさん見せられて、これが不正がなかったと言えるかどうかと。それからもちろんですけれども、
あのウィリアム・バー長官とかはその選挙の結果を覆すような内容ほどのものはなかったという言い方をされているわけです。そんなことはないと思います。なぜかと言いますと、本当に不可解なその十数万票っていうのが夜中から、まあ、私 の, あのウィリアムでも書いてるんですけれども、夜中からあの明け方の間に十数万票が入ったり、そのトランプ社に入っていた票がその同じ票がそのまんまバイデンさんに付け替えられていたり、そういったことが本当に証明できるような状況であるわけです、でそういったところで11月3日の段階では、あの同化率 55% から 60% がトランプさんの方であって、もう絶対的に勝ちということがその日、まあ、寝たらといいますか、あの半日ぐらい過ぎたらいつの間にか大逆転してるんです。バイデンジャンプです。そう、バイデンジャンプ本当にっていうことであるし、その間に起きたことっていうのがやっぱりどういうことだったかっていうのがいろいろ公聴会に出てるわけですが、あの不正があったというふうに私は見ているし、その、まあ、2019年あたりからもっと前からだと思うんですけど、ネバートランプというなんていうんですか、トランプさんを二度と再選させないため、こういった 大統領を出さないためという、そういったプロジェクトが動いていたというのは実際のって事実ですね。でそれはあのすごい面白い皮肉なんですが、トランプさんはきっと不正をしたり、自分が勝った勝ったとわめくだろうからそうならないためにもいろんな準備をするみたいな、そういうことなんですよね。だからトランプさんが悪で、その我々ネバートランプとグループは善であるってイメージでいろいろ書かれてるんですけど、すごい皮肉ですよ。それは逆ですよね。だからそういったものもいろいろ今調べてる途中のものもあるんですが、まあ、私がもしそのいろんな公聴会をまあ全て見ていたとしたら、本当に世界中の人にめちゃくちゃ不正ありましたよって世界中の言葉で言いたいっていうぐらいに不正はあると考えています。そのトランプを絶対にそう再選させないネバートランパーたちは実際にどういう人たちなんでしょうか、その背後にいる人たち。あのディープステートの手足ですね、はっきり言えばやはり そこにはオバマさんとかも入っているし、それから名前としてはビル・ゲイツさんは確かなかったような気がするんですが、ジョージ・ソロスさんがスポンサーであったりする、そういったプロジェクトなんです。まあ、ディープステート側の人間、要するに国際金融資本から、まあ、お金なりいろんなサポートを受けている人たちのグループだと考えていいと思います。それと、まあ、あの究極で言えばマルキストの人たちというふうに私は考えています。中国共産党もそこはもちろんつながりがもちろん、はい、だから今後の展開としては、そのドミニオン・ボーディングシステムってその、ね、選挙の集計機もそうですけど、全部中国のせいにするっていうシナリオもあるんじゃないかと思ってるんですよね。実際は民主党の多くが絡んでいるし、それから共和党の例えばジョージア州のキンプさんあたりも十分すぎるほど絡んでると言えると思うんです。なぜかというと、その集計システムをまず大量に購入したのは事実だから、その事実ですよね。だからまあ絡んでるということとして、そういうふうになった時に中国側に騙されたっていうストーリーを今後考える可能性もゼロではないし、もちろんそのままあのなんていうんですか、なし崩し的にトランプさんだけをそのクーデターで追放したままっていう状況で、また新しい政権の、まあ、バイデンさんなのか知りませんよ。そう、今でもまだ戦っていると見ているので、ですからそうなっていく可能性もある。ジョージア州のケンプさんという名前が出ましたけど、はい、ちょっともう少し詳しく教えていただけますか。はい、あのね、ケンプ州知事は2019年にあの州知事になったんです。それまでは州務長官、国務長官じゃなくて州務長官っていうところなんですが、その今の州務長官も含めてなんですけど、どうも中国共産党の関係はとても深くて、あの最初近づいていった一つは太陽光発電の事業をどんどん中国から入れていってるんですね。それでさらにはあのジョージア州 の, あの PR ビデオを見ていただければ分かるんですけど、中国の投資を受け入れろ、ウェルカムっていうのをやってるわけです。もうなんか日本の週間遅れっていうか、それこそ遅れてる状況 でさらには、まあ、レノボが悪いというわけではないんですが、今トランプ政権の流れでいうと中国のものっていうのはどっちかというと国家安全保障上排除しつつあるのに、レノボとその関係のシステムをジョージア州の中に入れるということを決めてるんですね。だから非常に共和党の方なんですが、行動は非常に中国と
寄り添ってるわけです。で、トランプさん自身もこの最近 の, ツイッターの内容はジョージア州の検挙州知事の話が多いんです。要するに騙されたし裏切り者だし、でその集計 の, ことをもう一度やり直すっていうことで署名とかの不正がいっぱいあったみたいなので、それを不正をもう一度見てもいい、確認してもいいってことにケンプ州知事はサインしないそう。だからトランプさん側の動きを騙してるんですよね。だからその部分で言ったら、去年なんか一生懸命トランプさんを応援をして、まあ、州知事にケンプさんになったわけだけど、もうその時は中国が後ろについてたのかというふうに戻ってしまう。次回のライブライブはクリスマススペシャル、ミスターチルドレン、ケアマサーベ、生き物係、パフュームの激アツライブ、セカワが横浜からクリスマスソングを熱唱。気をつけろっていうのはもちろんアメリカだけではなくて世界もそういう動きになってるわけです。でしかもマイク・ポンペオ国務長官がジョージア州の工科大学だったと思うんですけど、そこで演説スピーチしようとしたら大学が断ろうとしたんです。中国を刺激するって、まるで日本みたいじゃないですか。どっかで聞いたことのある同じようなエピソードがありますね。そうなんですよ。だからそういう最終的にはスピーチができたそうなんですが、そういった動きになっていること自身が、ジョージア州ってもともと共和党で軍人が多くて非常にこう愛国者が多いというイメージの州だったんですが、なんとこの本当に気がついていったら、この1年というか2年というかきっと5年ぐらいの単位で大きく変わっていたということだと思います。トランプ陣営はその外国勢力による選挙に介入があったと主張しているわけですが、これ実はトランプさんは前々からそれに、を予測して対策の手を打っていたっていう話がありますね。そうですね。大統領令っていうのが出ていて、それ2018年9月12日なんですが、で外国の対米国選挙干渉制裁措置大統領令っていうところで、やはり外国勢力の団体とか人、そういったものが選挙を侵害する可能性があるというところで、そういった大統領令を出しているわけです。でそれによると選挙終わってから45日以内に評価報告書を作成するということになるの で, まだそういった意味も込めてなんですけど、評価報告書というのは完璧に終わっていないから、選挙の結果っていうのは終わってないというふうに考えていいと思うんです。ただその最終のその日にちで考えると1月22日になるとすると、それはおかしくって、一応1月20日の就任式そうかな、ワシントンでの就任式っていうのはもう確定していて、合衆国憲法でそれまでに全て白黒をつけることになると思うんですが、ですからこの間に今後トランプさんがやることがあるとすれば戒厳令の可能性が高いと。でそれを出せ出せと言っているのがやっぱりトランプ陣営 の, 弁護士さん、例えばリンウッドさんとか、あとトランプ陣営ではないんですけど軍側の弁護士のシドニー・パウエルさん、女性の弁護士さんあたりはそろそろ出す時ではないかということを、おっしゃっているという状況です。その日本のメディア報道を見ていても、その12月14日、一つの区切りがついて、はい、でバイデンさんがその300人以上の選挙に獲得したから、もうこれで正式に大統領は決まりました、でトランプさん、負けましたねというようなことを強調する報道が多いんですが、これまだ確定ではない。確定ではないですね。一応覆すのは難しい状況になったとか、逃げるような書き方を、多くの新聞はしていて、でもアバーと読めばトランプさん負けた、悪あがきをしているというふうに読めると思うんですよ。私は悪あがきではなくて、それは不正があって、それは選挙の結果を変えるぐらいの不正があったと思ってるから戦ってるわけですし、その不正ということの意味で言うと、やはりそのどういうふうな言葉でできるかというと、やっぱり自由と民主とかっていうものはアメリカの国税ですよね。
で、そういったものを死守する人たち、その正義を持って死守する人たちと、もうある意味で言ったら選挙はね、全部自分たちでコントロールしちゃうよという、ある意味で言ったらはっきりと悪魔みたいな人たちという、まあそういう構造に私はなってるっていうふうに考えているんです。ですからアメリカの民主主義の弱体化といいますか、その崩壊、破壊というのは、これは日本にも無関係ではないというふうに捉えるべきですし、アメリカが民主主義でなくなれば、じゃあ、日本は同盟してる、ね、同盟国であるアメリカ、それから中国の脅威を感じている日本と考えたときに、日本はどうやって生き残っていくんですかということですよね。だからより日本の、自立ということが難しくなるということだと思うんです。ですから、このアメリカの、今回の選挙のことっていうのは、本当に日本にとっても危機的な状況だと。いうふうに私は捉えていて、だから毎日のようにツイッターをいろいろ見てウォッチしているという状況です。対岸の火事というか、まあ、他人事じゃ全くないんですよ。ないですよ、ないですよ。一番、まあ、トランプさんが、まあ、本当に負けてしまうようなことがあれば、はい、一番の被害者というか一番ダメージを被るのは日本ですよ。そう、日本であり、また台湾もだと思うんですけど、うんうん、本当そうなんだと思います。だからそれを、まあ日本のマスのメディアはとにかく見せないという方法をとっていて、まあ、どちらかといえばその、まあ、フェイクニュースというよりもミスリードした情報を出しているわけです。そこに騙されないようにぜひしてほしいし、やっぱりその私自身もそのノンフィクション作家という立場で、その感情で物を言っているのではなく、やはりずっと公聴会みたいなものを見たり、いろんなエビデンスが出てきているものを見る限り、私からすれば 100% と不正があったと。これはめっちゃ、その激戦州 の, ペンシルベニアもそうですし、ミシガン、ウィスコンシン州も、それからジョージアもといろんな意味ですんごく黒い灰色の選挙になっていたなっていうのに驚愕しているところなんです。リアルタイムでアメリカという、まあ、覇権国家、世界一強い国が崩壊していくという、そうですね、向かっているっていうのは、リアルタイムでこう見るある種の面白さはあるかもしれないですが、それで面白いけど、やっぱり本当ひょうとじゃないことと、やっぱりね、つい最近私アメリカにいるちゃんとした非常に知識のレベルの高い友人と、
どうも YouTube にてご視聴の皆様、本日もおはようございます。まもなく放送開始の真相深いリカバラのニュース金曜日でございますが、相も変わらず臨場告知を事前に一件お許しください。すいません。来たる12月26日、すっかり年の瀬もね、落ち着まりまして、土曜日、26日の土曜日になりますが、18時、午後6時からの開演で、東京は JR 御徒町駅下車、徒歩2、3分、松坂屋さんのすぐ向かい、横断歩道を挟んですぐ向かいの大江戸上野広小路亭という会場にて、快楽亭ブラック改め彦国福田、そして、戦後生まれの松陰軍人大本営発表に決心しました私の委員会開催でございます。なんと落語界の生きる伝説快楽亭ブラック師匠、この度元弟子の人にね訴えられてしまうという大変な災難に見舞われて、お気の毒極まる状態になっておりますので、皆さんがご来場いただくことが最大の法廷闘争への間接支援になりますので、26日土曜日18時快楽亭ブラック大本営発表委員会よろしくお願いします。ドーン、おはようございます。12月18日金曜日の午前8時を回りまして、真相深いドラマニュースコンバースタートでございますけれどもね、いやー本当に月並みすぎる表現で恐縮ですけど、今年ももうあっという間でね、当番組も来週がもう年内としては最終週になりますよね。はい、本日のレギュラーコメンテーターは国際政治学者の藤井元気さんがスカイプにての中継でご登場、そして藤井さんと、まあ、間接的にねタッグを組んでいただきますのは、外国人犯罪対策講師の坂東忠信さんがこの後ご登場。坂東さんといえば、もうすっかり定着してきましたけどもね、虎ノ門警察24時、はい、あの冒頭の、ややバージョンアップした VTR も大変ご好評いただいております。大門軍団みたいなね、はい、まもなく坂東さん、あ、見えなられました。どうもおはようございます。よろしくお願いいたします。坂東さん、はい、今日は藤井さんとコンビを組んで、あ、おはようございます。おはようございます。後ほど、はい。今日はあの虎ノ門警察24時のコーナーも抜かりなくご用意しておりますんで、はい、ありがとうございます。始まる時にいつもくじけそうなんですけど、なんか恥ずかしくなっちゃう。その後も引き続きご好評いただいてますよ。そうですか。なんかみんなに担われてんじゃないかなって心配なんですけど。ご心配なく、はいはい、今日もたっぷりと、はい、よろしく後半お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではもうね、お時間もったいないですから、ご着席いただきまして早速参りたいと思います。いきますよ。藤井さん、おはようございます。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。いやいや、今日はそうそう、日本時間は今日ですけど、アメリカ時間でも今日は明日がね、なかなか大変な大統領選絡みでね、はい、一波乱ありそうなニュースというのも入ってきておりますので、それは藤井さんにたっぷりとお伺いしたいと思います。それではご準備整いましたところでよろしいでしょうかね。本日も渡辺のスタジオの外は晴天に恵まれまして元気よく参りたいと思います。いきますよ。真相深入り虎ノ門ニュース。藤井さん、ありがとうございます。改めましておはようございます。12月18日金曜日、真相深入り虎ノ門ニュース、司会進行を受けたまわります堀島一平です。どうぞ本日も最後までご視聴のほどよろしくお願い申し上げます。そして曜日替わりコメンテーター陣、本日もお迎え申し上げております。まずは本日もスカイプ中継にてのご登場いただきます、国際政治学者のおなじみ藤井元気さんです。おはようございます。おはようございます。改めましてどうぞ本日もよろしくお願いいたします。そして藤井さんとコンビを組んでいただきますゲストコメンテーターは外国人犯罪対策講師の坂東忠信さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。藤井さんと坂東さんをお迎えしてお届けする金曜日の虎ノ門ニュース、本編突入前に参りながらまずはお知らせです。この番組は YouTube ニコニコオープンレックにて生放送中です。番組のご視聴は DHC テレビの公式サイトからアクセスしていただきますと便利です。なお YouTube では現在番組の内容などによりまして、規制がかかり、あるいは虎ノ門ニュースがおすすめに上がらない、探しにくくなるなどといった事例が発生しております。そこでずうずうしいお願いで恐縮ですが、番組をぜひお見逃しいただきたくないために、この際チャンネル登録をお願いいただければと、存じます。チャンネル登録していただきますと、お願いさせていただければと思います。チャンネル登録していただきますと、最新動画がおすすめとして表示されやすくなります。
さらにチャンネル登録の横にございますベルのアイコン、現在画面上でこの赤く、丸でくくられているこの部分のマーク、こちらを押していただきますと最新動画がアップされるたびに通知されるようになります。虎ノ門ニュースを今後ともどうぞお見逃しなきよう、何卒チャンネル登録とベルアイコンを押していただきますこと重ねてお願い申し上げます。さらにラジオ番組ウィークリートラノモニュースも毎週日曜日の朝7時から福岡の FM 放送局クロス FM で放送中でございます。また長崎の NBC ラジオと佐賀の NBC ラジオ佐賀でも、こちらは毎週日曜日の夜9時からそれぞれ放送中でございます。もちろん福岡、長崎、佐賀以外にお住まいの皆様方もラジコプレミアムでしたらネットを通じて日本全国でお聞きいただけますので、どうぞこの際虎ノ門ニューステレビとラジオと合わせてご引き願えれば幸いです。皆様のご意見やご質問は虎ノ門ニュース公式サイト虎8.tv、ご覧の通りの URL になっております。アルファベット小文字で PORA アラビア数字8.tv、こちらまでどうぞご負担ないご質問をご自由にお寄せください。さらに番組内で取り上げました話題にまつわるアンケートもご覧の通り公式サイトで随時ご利用いただけますので、番組のご視聴時には合わせてご活用いただければと存じます。さて、お待たせいたしました。では、本日もいつものように藤井さんからニュースを選びいただいてよろしいでしょうか。はい、はい、2つ一緒にやってもらおうかなと思うんですが、かしこまりました。大統領選、アメリカの話ですね、バイデン氏の勝利確定云々、はい、それから首都でトランプ氏支持集会と、はいはいはい、かしこまりました。では、ダブルでなりましょうかね。アメリカの大統領選に絡むニュースとして、バイデン氏の勝利確定、全米で選挙人が投票というニュースと、もう一本、首都でトランプ氏支持集会、乱闘騒ぎで4人刺され負傷というね、穏やかでないニュース、2本立てで入りたいでしょう。共同通信によりますと、アメリカ大統領選の勝者を正式に選出する大統領選挙人による投票が14日、全米50州と首都ワシントンで実施され、バイデン次期大統領が過半数の306人を獲得、トランプ大統領の232人を大きく引き離し勝利を確定させました。選挙人投票は通常形式的な手続きですが、トランプ氏が敗北を受け入れず注目を集めました。14日は選挙の不正を否定するバー司法長官の辞任を発表しており、依然抗戦を続けるとみられます。バイデン氏は14日、東部デラウェア州ウィルミントンで演説し、明確な勝利だと宣言しましたという話題が一つ。そしてこちらも共同通信の記事によりますと、アメリカ大統領選で敗北を認めない共和党のトランプ大統領の支持者ら数千人が12日、首都ワシントン中心部で集会を開き、選挙で不正があったと改めて訴えました。近くではトランプ氏に抗議するデモも開かれ、両陣営が乱闘となったということです。ワシントンポスト紙電子版によりますと、同日夜になって少なくとも4人が刺されて負傷し病院に運ばれました。ホワイトハウス近くの広場には旗を持ったトランプ氏支持者が集結、トランプ大統領が乗ったとみられる専用ヘリコプターが上空を旋回すると大歓声が巻き起こったということです。とこうなっておりますが、藤井さん、はい、まず小さな方っていうか、あの2番目のニュースなんですけど、これもなかなかフェイクニュースなんですね。ああ、そうですか。で、数千人じゃなくて、これ数十万人の間違いですよ。数十万、はい、ちょっと桁が違いすぎますね。ワシントンの広場とかですね、あの街路が埋め尽くされた感じですね。で、このことを一番、まず一般、あのいっぱい人が集まったということ自体を報道しない。あのメインストリームメディアがね、大手メディアが、はい、それからですね、4人が刺されたっていうことで、なんか暴力的なデモがあって大変だみたいなね、印象付けなんですけど、これ刺されたのはみんなトランプ支持者ですよ。あ、この記事では両陣営のどちらかがはっきり分かりませんけどね、刺されたのはトランプ支持、反トランプの人たちがトランプ支持集会に殴り込みかけて、それで刺されたわけですよ。で、まあ命に関わるような怪我人はなかったようなんですが、被害者はトランプ支持者ですよ、これ。そうですか。そういうことを書かないから、何か集まった人たちが暴力的な人じゃないか、というような印象付けですよね。でこの日、トランプ大統領はあの有名なあの
アーミーネイビーのフットボールゲームですね、アメリカンフットボールの試合、これを見に、行くと。でマリーワンっていう海兵隊の1号機ですね、ヘリコプターに乗って、ファイターを使うウエストポイントに向かったんですが、この時、今上空を飛んでですね、集まった人たちに感謝の意を表したということでね、非常にも大衆が熱狂してですね、でこれはインチキ選挙を認めないっていう集会なんですよね、うん、それで初めの方に戻りますが、非常に残念なことはこの14日にですね、この大統領選挙人の投票があって、これ実は誰が 何に投票したか分かんないんだけど、一応今州知事が選んだ大統領選挙人が投票したから、バイデンが306票を取ったろうというですね、まあそういう、ことなんですけども、で正式には1月6日に連邦議会でこの票がですね、各州で投票したんですけど、この票がですね、投票箱が運ばれるんですね、ワシントンに。でワシントン DC で1月6日に、上下の 両院の合同会議があって、その場で、開票されると、開票されて、数えられて、それで、まあ、最終的に決まると、いうことですね。で、だから、まあ、ただこの時にですね、一応異議申し立てはできることになってるんですよ。1月6日の、はい。はい、異議申し立て、上院議員1人と、上院議員1人以上、下院議員1人以上が、提案しますとね、1人だけじゃダメなんですね、最低上院議員1人、下院議員1人、各州ごとの投票に対して、これは正当なものであるかどうかっていうと、議論ができる。ただもちろんそれを否定するためには、上院も下院も過半数を取んなきゃいけない、そうすると、まあ、今ね、下院議員で1人ですね、異議を訴えるという人がいるんですけど、上院議員で共和党なら協力者がまだ出てきてないんですよ。でそれでやってもですね、まあ、下院の方は数でいうともう民主党の方が多数ということになってますから、まあこれもですね、本当の選挙で有効票だけ数えたらおそらく共和党の下院議員が多数になると思うんですが、まあ今のところそういうことになっちゃってるから、これはひっくり返すのは難しいだろうなということで、非常に憂鬱な日々が続いてますね。というのは